てん、てか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 てん、トゥーウェー、なんて言うんだろう。まあいいや。正月、一発目のお正月、2020年になりました。皆さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ということですが、今回は、酒ではなく、ちなみに今、1月の9日です。はい。で、今飲んでるのは、これ、焼酎の、芋焼酎の、赤霧島の、水割り、うん。てか、お湯割りですね、うん。よし。ということで、これ、はい。皆さん見えてる通り。これです。鏡餅。ね。これが、どこで買ったの？ダイソー、いや違うな。ローソンストアで100円で、これ2つ、売ってたんですよ。1個が、160g となってまして、原材料名が、もち米粉、かっこ炭酸。加工澱粉と pH 調整剤と書いてあります。鏡餅。これがですね、新潟県の小千谷市の、会社みたいですね。販売者が、越の舞本舗株式会社 K となっております。そしてこちら取り出し方と書いてあってですね、餅を柔らかい状態で取り出す場合は、底面にナイフなどで十字に切れ目を入れて、底面を上にして電子レンジで加熱。過去500ワットにつき約50秒。で、水で冷やしてから取り出してくださいと。餅に硬い部分が残る場合は、深めの皿に移してラップをして、再び電子レンジで加熱して、お召し上がりくださいと。なっております。加熱しすぎると餅が膨張して危険です。電子レンジから目を離さないでください。で、あとは、餅を硬い状態で取り出す場合は、底面の、縁をキッチンバサミなどで切り落とし、底面の、端から容器の上、まで、切断して、うんたらかんたらで、まあ、はい、ということです。うん。よくわかんないんですけど。まあ、こちら、粒あん。ね、これも100円ショップの、で購入しました。はい。やっぱりね、おしるこですよ。おしるこ。ああ。お汁粉なんですよ。ということで、これを、食べていきたいと思います。十字に切れ目を入れて、底面を上にして電子レンジで加熱で500ワット50秒。ちょっと、じゃあ500ワット50秒で、やってみましょうか。よいしょ。これ、粒あんはね、俺大好きなんですよ。粒あんと、こしあん派の人がいると思うんですけど、俺は粒あんの派です。で、キノコタケノコ戦争では、僕はキノコ派なので、全く関係ないんですけどね。粒あん。これはだから、若干、これね、お汁粉にするには、適量の水を加えて沸騰させて、まあ、となってます。これ、そのままじゃなくて、1対1ぐらいで水で割って、
そうですね。まあ、食べるといった感じでしょうか。うん、よし。で、パカッ。よっ。水で冷やしてから取り出してください。水で冷やしてから。ああ。もうめんどくせえから、これ普通にあれでいいんじゃねえか？これ。もうこのままこれ、お湯沸騰させてさ、やった方がいいんじゃねえの？これ。ということで、それでは、レッツクッキー、クッキング。レッツクッキン。あ、美味しい。ちょっとだけ。レッツクッキン。餅なんて久しく食ってねえからな。マジで。もちは久しく食ってないんだよ。ね。このね、鍋はね、天ぷらでよく使うんで、油がね、油でくせえんだよ。すげえくせえんだよ、これ。油だ、やっぱ天ぷらの鍋って、もう別個にもう買った方がいいと思います、ね。すげえこびりつくんで、匂いが。めっちゃこびりつくんだよ。キッチンバサミ、底面の縁をキッチンバサミ。硬い状況で取り出した方がいいな。よいしょ。まあ、新潟行った時はよく、まあ、正月は米ですね。米じゃねえ。餅だったんですけど。よく、食べるのは、四角い、ね、まあ、餅で、まあ、容器に入れて、水でちょっと、まあ、水を若干こう、くぐらして、で、あと電子レンジでチンすると、だいたい、いい感じで、になるんで。で、その後、まあ、きな粉とか、をかけるといった感じですよ、ね。ちなみに俺握力30ぐらいです、多分。35ぐらいじゃん。ふっ！ふっ！
チンパンジーが確か、握力100キロぐらいあるんだったっけ。忘れた。くぅぅぅ。ん？あ、これプラスチック片だ。うわ。餅だと思ったの。プラスチック片。はぁはぁくぅぅぅ。カッターでやったほうがいい。包丁かカッターでやったほうがいい。よし。うん。よっと。あ、いい、いい感じ。あ、取れた。イエーイ。気持ちいい感じで取れた。ほら。ほとんどこれ、これ、見た目これとほとんど変わんねえな。マジで。普通に食うぜ、これ。食うレベル。普通に食うレベルだね。知らなかったら。プラスチック片が入ってる。ああ。よし、取れた、取れた。ちょっとあったかい、あったかくて、ちょっと、あれになってるけど。半固形になってるけど。うん。取れました。多分、これでいい。と思う。よしよし。まあ、きな粉もいいんですけどね。きな粉も美味しいんですけどね。やっぱあんこで、あんこだな、やっぱな。やっぱおしるこですね。きな粉も美味しいですけどね。うまいんだけど。きな粉かあんこかどっちですかって聞かれたら、やっぱきな粉ではなくあんこと答える。かな。よいしょ。うん。サビね、マジで。今深夜の約4時です。サブ。基本的にエアコン、ヒーターじゃねえや。使ってないんで、クソ寒いです。電気膝掛けは使ってるんですけど。膝掛けだけっすね。サビえ。電気膝掛けサップ。東京はね、俺の、見たところ、二日間だけ雪みたいな、みぞれみたいなの降りましたね。うん。それが一切、降らなかった。今のところ、今現在だと。うん。まあ、
多分2月あたりが一番寒いんじゃないかな。今んとこはだいたい、つい最近ですかね。うん。1月になってから初雪、初雪っていうか初みぞれみたいな、みぞれですね、みぞれ。はありました。よし。まあ、みぞれとかはやっぱり、ねえ。雪降ってくれた方がいいですからね。濡れないから。物理的に。みぞれとかだとやっぱりもう直接濡れるんで。うん。新潟今はもう間違いなくもう雪降ってると思うんですけど。みぞれ。みぞれがやっぱ一番、まあ、ほぼほぼ、だから雨ですからね。ほとんど、雨みたいなもんですから。あ、腹減ったな。これ使おう。プラスチックのボール。これ耐熱温度が120度って書いてあるんで、熱湯入れても問題ない。ちょっとティファールの、ティファールがちょっと、水を、お湯にして。どんぐらいかな。これを使ってもいいんですけど、なんかこれ油入ってるから、ね、油くせえね。めちゃくちゃ油くせえんだよな、これ。油くせえ。くせえな。染みついてますからね。煮沸するとだいぶ、取れるんですけど、うん、煮沸するとかなり取れるんですけど、ね、油の方が浮いてくるんですけど、よいしょ、それでもやっぱ完全にそのねえ、油の匂いとか取るのはなかなか難しいもんで。油とか使う、天ぷら用の、鍋。まあ、なるだけだから天ぷら用の鍋って言ったら小さい。いわゆる底が、直径が、ちっちゃくて、まあ、高めのやつの方が、まあいいかなという感じはするんですけどね。小さくてまあそこそこ深めの鍋。うん。の方が油の量が少なくて済みました。よし、沸騰しましたんで、これを。ああ、油くせえな。豆乳。いや、ちょっと待って。上澄みだけちょっと捨てて。
げえあれだな。あるな、やっぱり。よし。虹色になってる。水が。よいしょ。あんこあんこ。まあ、1対1ぐらいかな。お湯はね。多分。対1。ほぐし。うわぁ、お汁粉はうまいぞ、これ、絶対。絶対うまいよ、これ。お汁粉。よし、できた。うん。お汁粉できた。こっちはだいぶこれ、時間かかりそうですね、これね。たぶん。鏡餅なんて、ここ食わないですからね。普通のあの四角い餅は食べたことあるんですけど、鏡餅は食ったことがほとんどない。おじやしの会社。かなりちょっと硬いですよ、これ中身が。ちょっと時間かかるぞ、絶対。とんでもなくかかるぞ、これ。いや。うん。あの、餅にもさ、あの、ランクっていうかさ、あるじゃないですか。あの、白玉粉みたいな、団子みたいなあの餅もあれば、ね、あの、もち米 100% ってやつはやっぱり一番うまいんですけど、もち米だから 50% とか、そんぐらいのやつだと、あの、うまくない、なんか本当に団子、白玉団子みたいな、食ってるような感じ。餅じゃなくてこれ、あの、団子じゃねえかっていう、感じの、ね。白玉粉だろ、これっていうような。まあ、値段によりけりですけどね。やっぱり、もち米 100%。あの、越後製菓の、ね。越後製菓。製菓は越後製菓の、やはり、ね、餅ですよ。切り餅。
結構硬いな、これな、マジで。これは硬いぞ、これ。あ、でもこっちはほとんど。あ、でもだいぶ、電子レンジが効いたのか。あ、結構柔らかくなってる。こっち硬いけど、こっち、柔らかくなってきた。だいぶ。うわぁ、これ絶対うまいぞ、これ。その前にこれ確実に冷えるな、こっちは。こっちが確実に冷えて、冷える。冷えてるから、すで。こっちに移し替えよう。ほんまやと、レンジ、チンできねえか。飛んだ。あんた飛んだ。これも飛ばないよ。あ、うまいな。あ、もうこっち完全にほぼ、あ、通るな、橋が。あ、こっちもだいぶ通るようになった。あ、だいぶ通るようになってる。もうこれほぼほぼ。ほぼほぼこれできてる。こっちはほぼあ、こっちは硬いな、若干。こっちはほぼできてる。なるだけこうかき混ぜながらやんないとこれくっつくんだよ、下に。こっちはもうほぼできてる。いいな、これ。多分。ちょっと待って。どっちがどっちだかわからんから。こっちだね。できてる。こっちはもうできた。よし。出来上がり。よっしょ。ふい。うわぁ、これはうまいわ。これ絶対うまいやつだぞ、これ。これ絶対うまいやつだ。じゃあ、いただきまーす。あ。これ。白玉団子みたいなやつ。牛皮って言うじゃないですか。なんだっけ。牛皮。牛って書いて、皮って書いて、牛皮。あれみたいな感じ。団子っていうよりは、白玉粉を使ってるやつね。うん。あ、うまい。でもうまい。若干これ。冷えてる。で、毎年出るのが喉に詰まらせて死ぬ老人たちがね。また多分何人か死んでるでしょ、多分。100% 死んでますからね。毎年。何人か。だいたい死んでんのが、まあいいや。ちょっと温めようか。レンジで
11。最近作ったんですけど、これ化粧水、米を研いだ時の研ぎ汁をちょっと煮詰めたやつなんですけど、ググったらそのままストレートで使ってもいいらしいというか、書いてあったんですけど、あえてちょっと煮詰めて、で、あと、まあ、アルコール、消毒用エタノールですね。80% ぐらいの、アルコール度数のエタノールを入れて、作ったんですけど、かなり沈殿が、かなりここら辺にすげえもろみが沈殿してるんで、混ぜて、だいたい1リッターぐらい、ちょうどいいこの生鮮水の、このボトルの、これが一番、ちょこっと出せるんで、すげえ乾燥肌なんで、手のここら辺がやっぱ、ひび入ってくるか、もう、あてててててて、ほら、あれなんだよ。ここら辺が割れてくるんだよ。毎年冬は。もうこっちもいいな、多分。あ、いい。はい。ああ、これは絶対うまいや。食わなくても絶対うまい。甘いものに合う酒は、あんこに合う酒はウイスキーとかですかね。チョコレートには合いますからね、ウイスキーは。いただきまーす。いってエタノール入ってるからが、いった。これは美味しい、美味しい。
まあ甘いものにやっぱ逆にあの甘くない苦いものとか、まあビールだと、うん、まあビール。うん、あ、うめえ。うん。合うな。あ、うまい。うん。あ、そうそう。ムカちゃんの、新潟県で、あの、俺が高卒で入った、あの会社、が、あの、洋菓子と和菓子、どちらも、まあ、作ってる会社なんですけど、クリスマスの、まあクリスマス前、まあだから12月入って、まあすぐぐらいですかね。からもう忙しくなり、もう24日とか、23日とかにはとんでもなく、罵声が飛び交うところなんですけど。で、クリスマス終わったら終わったで、あの、正月が来るんで、ぜんざいが、ね、来るんで、またクソ忙しくなるっていう。だから大体あの、土日祝日が一番あの、だから稼ぎ時なんで、土日祝日が休みの日はほぼほぼないっていう。サービス業じゃないんですけど、あの、製造業なんですけど、まあ結構そういうところ多くて、多いですよ。本当に。うん。だから、みんながや、ね、ゴールデンウィーク中とか、まあ、休めない。で、まあ、有給も使えない。あの、風邪とかインフルエンザで休んだときは、あの、有給それで使えるんですけど、それ以外は一切使えないっていう、会社で。で、なぜかアルバイトは使えるのに、あの、まあ、大体あの、そういったあの、ね、クリスマスとかそういうあの、期間中だけ、絶対あの、短期バイトを募集するんですよ。まあ、やることは、大体あの、弁当にあの、バランみたいなやつをくっつけるみたいなだけの、ね、クリスマスケーキだったら、チョコレート、チャって刺すやつとか、変な板のチョコレート、ペッて、こう、バーって、あの、ベルトコンベアみたいなのが流れてきて、
で、まあ、そういったんですね。マジで戦場になりますかね。恐ろしいほど大変なことになる、あれ。マジで。23日とか、地獄みたいな、地獄絵図みたいになります。社内が。特に上司がピリピリして、で、しかもそんな中、そこの会社結局1年半くらいでもう辞めたんですけどね。その間に起こったのは停電ですね。停電。クリスマスとかの繁忙期に、確かクリスマスの時に、でね、もう会社内もあれですよ、大混乱ですよ。で、俺だけラッキーと思ってやったぜ。あの後どうなったんだっけな。俺は18歳の時ですからね。まあ、深夜10時ぐらいまで、確か残業して、うん。かなり遅くまで残業したっていうのは覚えてるんですけど。あんまりもう嫌な思い出しかないんで、あそこは。ウイスキーでも飲むか。やっぱスコッチウイスキー、アフロゲでも飲むか。ラフロイグのトワイスアップでも飲みましょうかね。よし。セレクトですけど、セレクトカスクですね。これあんまり、普通のラフロイグの10年だったっけ。あっちの方がうまいんだけどね。だから基本的に何もしないで、残業。だって、何もできないんですから、そもそも。停電して。停電をしたってことはですよ。基本的にだから、要冷蔵なわけですよ。ね。ということは、ね、ミルクとか、バターとか、生クリームとか、そこら辺の冷蔵庫もすべて止まったってことになる。完璧。あれ、これ、度数いくつだったっけ。まあ、40%。まあ、40% でも結構きついな、これだ。
スコッチ、ないんだっけ。スコッチは、香水の方がうまいらしいですね。いわゆる高度の高いやつ。日本のやつは基本的に軟水ですけど、だからジャパニーズウイスキーは基本的に軟水、に合う。割るんだった。これはオゼの天然水という、超激安の、これ確かに値段がね、60円ぐらいの。2リッターで60円ぐらいです。で、高度が 24.6mg。なんで、軟水となってます。pH が 7.3 だから若干、塩基性、アルカリ性ですね。ほとんど日本の水は軟水ですからね。うん。ほとんどっていうかもうほぼ全てじゃないのかな。ヨーロッパのあたりは、高度が高くて。だからスコッチはそれで作られてるから、もう水ですからね。何でもそうですけど、酒なんてほとんど水が恐ろしいほど重要なわけで。だってウイスキーだって 99.99% これ水ですよ。だって人間の体が、赤ちゃんのが一番水分が高くて、だいたい 80% ぐらい。で、高齢になっていくにつれて、だいたいね、下がっていって 60% ぐらいになるんですよ。赤ちゃんで 80% ってことは、ほぼほぼこの状態で見ると、水なんですよ。水、もう液体、水。だから 99.999% ぐらいの水です、これ。ということは、水がものすごい重要ってことです。あ、うまいな。やっぱり。うん。まあ、ウイスキーに限らず何でもそうです。日本酒とかもそうだけど。酒は、基本水です。まあ、日本酒とかの方が、やっぱり若干濁ったりしてるんで。まあでも、水ですよね、重要なのは。ああ。うめえ。うん。ああ。うまい。なんだっけな。雪印とかの。昔事件があって、食中毒事件。今の現ミルク、メグミルクの雪印。あれの場合は、まさにそれなんです。停電して、で、まあ、腐敗して、で、まあ、加熱すれば全員菌死ぬから大丈夫だろうって加熱して、そのまま出して、で、食中毒で、大量にもう、下手したら死人が確か出たはず。あれがだから、確か雪印が同じことやってた気がするけど。なんだっけな。他にもあったんですよ。別の会社だったっけね。いや。確か雪印が2回同じことやったんじゃなかったっけな。
じゃあなんで加熱して死ななかったのかってことなんですよ。同じことが、肉の、多分ミートホープだったかな。なんかそういった事件があって、同じことしてたんですけど、肉のそのミートホープの方は、まさに同じことが起きて、で、停電して、で、腐敗して、だけど、死亡どころか、いわゆる、体調不良者すら出なかった。で、なぜ雪印の方は出たのか。答えは簡単です。肉は焼いて食うからです。生で食う馬鹿いません。だからですね。ただし、ヨーグルト、牛乳とかヨーグルト、その他、チーズとか、あれ焼いて食う馬鹿いません。つまり、煮沸して、煮沸したんだけれども、やっぱり若干残っていたと。つまり全滅はしなくて、99.9% は死んだんだけど、まあ、そんなに死ぬとは思えないんですけどね。残り 1% くらいが、まあ生きていて、で、それからまあ、どんどん、まあ、増えていったと。で牛乳をわざわざ100度で沸騰させて飲む馬鹿いませんですから。いませんからね。チーズだってそうですけど。基本的に生で食うもの。だからその間にも黄色ブドウ球菌が腐るほど増えて、まあ、事件になった。だから、ミートホープなんてぶっちゃけ、被害誰もいないんですから。全然いいですよ。雪印なんて被害クソほど出ましたからね。しかも、あの会社2回やってますからね、あれ。あれ、俺がガキの頃と、さらにそこから50年ぐらい前だか40年前だったか、に全く同じことやって、で実際そこでも同じように、食中毒事件を起こしてるんですよ。雪印。おかしいでしょ？ね。で、その時もまさに、それと同じで停電して、で、加熱すれば大丈夫だ。加熱して、出荷。で、入院する患者続出。あれ、全員で何百人、ありがとうございます。でもググってみましょうか。雪印。雪印集団食中毒事件という。ウィキペディア。最近の人は全く知らないでしょ。だから俺それ以降はもう、雪印はもう買わない。ことにします。だって同じことを2回やらかしてるわけですから。で、俺がガキンの頃、確か大阪を中心にむちゃくちゃ
被害が腐るほど出たんですけど。まあ、1回目の方は、多分今から相当前なんです。これ2000年ですね。平成12年。つまり俺12歳です。の6月から7月にかけて、近畿地方を中心に発生した、雪印の、乳製品による集団食中毒事件と。で、本事件はなんと、認定者数14万7780人という第二次世界大戦後の最大の、集団食中毒事件となっている。で、雪印乳業の、石川哲郎という、社長が、辞任に追い込まれた。当然なんですよ。で、これですね。経緯。2000年3月31日、雪印乳業のなんとか工場で、氷柱の落下で、3時間の停電が発生し、同工場内のタンクにあった脱脂乳が20度以上まで温められたまま4時間を、そのままになっちゃったと。で、この間に、病原性黄色ブドウ球菌が増殖し、4月1日の製造分の脱脂粉乳の中に毒素が発生した。毒素エンテロトキシン A。で、本来なら滞留したその原料は廃棄すべきであったが、殺菌、措置で、黄色ブドウ球菌を死滅させられるだろうということで、死滅させれば安全だと言って、判断して、それを作ったと。うん。そして工場は4月1日日の脱脂粉乳に細菌が異常繁殖していることを4月3日に把握したが、製造課長は叱責を恐れてこれを隠蔽した。いいですか？叱責を恐れて隠蔽するって。俺も何年も食品業界、ね、携わってきましたけどね。隠蔽するって、それ課長が、隠蔽するって、おかしな話よ。ね。アルバイトの人が、隠蔽するとか、まあ、わかるじゃないですか。課長ですからね。正社員の課長ですからね。うん。ちなみに俺、キノコの子の子の、北斗で働いたときは、誤ってその電気の、まあ、いわゆるガラス、蛍光灯を、ぶっ壊しちゃって、で、まあ、ガラス片とかが、ブワーっと、なっちゃって、で、ブワーっと、確実に、速攻で直属の上司に、すいませんっつって頭下げて、やっちゃいました、みたいな。それを、ね、いわゆる俺ちなみに正社員じゃなかった、準社員って
アルバイトと正社員の間ぐらいの感じ。それでも、とんでもないことに なるんで、会社が傾くどころは下手したら潰れますからね。いいですか？叱責を恐れてって言うけど、それ課長がやるやつじゃな、やるべき、ものじゃないでしょ。お前が隠蔽してどうすんだよって話、逆だろ。お前は、ね、そのすべての全責任を負わなきゃいけないんだよ。ね。ね。で、しかも、ね、異常に繁殖してるっていうことを、4月3日に把握してるんですよ。考えられないでしょ。まあ、そこの会社、俺の勤めた時も、一つだけあったんですけど、まあ、蛍光灯が割られてた。っていう事件があって、俺のあの部署が、ね、部署でね。で、誰が割ったんだって話になったんですよ。で、当然誰も名乗り出ないんですよ。それはなぜか。上司がものすごい怖いからです。インフルエンザとか風邪で、ね、なったとしても、来いと。抜かしおる。準社員の俺ですら、インフルエンザにかかったって電話したら、お前一人抜けたらお前、他に他人に迷惑かけることになるだろうって。みたいなこと言われて、ね。来いみたいなこと言われたぐらいです。まあ、俺は無理やりいや、無理ですって。最近の大戸屋みたいな、大戸屋だっけ？大江戸屋だっけ？あれと同じですよ。まあ、たかだか一人欠員しただけでな、何時間も残業するって時点でおかしいんだよ。バカか。すでにその時点で頭狂ってんだよ。頭狂ってるというかもう、おかしいんだよ。で、結局そのガラス割れましたっていうのを誰も言わなかったです。当然。いいですか？インフルエンザとか、むしろ、インフルエンザじゃなくて、なんだっけ、冬に出るやつ、牡蠣とか食べて当たるやつね。あれもそうだったんですけど、無理やり来いとか言って、で、まあ、来なかったとしたら、基本的に社員はほぼ休み、1年休んだら、1日でも休むことは許されないみたいな感じになってて、で来たら来たでも、殴ったりするわけですからね。インフルエンザかかって、まあ、1週間ぐらい休んだとして、ね。で、その一週間後、会社に来たら、その上司にはぶたたかれるっていう。お前の自己管理が悪い。ね。インフルエンザとか風邪にかかってるのは、お前の自己管理が悪い。って言っときながら、こっからまた面白いんですけど、その上司は、自分インフルエンザになってるんです。で、一週間ぐらい休んだんですよ。それなのに、平気な顔して、のこのこと普通に出社してくるという。恐ろしいクズ野郎。ああいう奴がいるからこそ、こういう隠蔽工作というのが起きるんです。だから、上司っていうのは、そうですね。コミュニケーション、ですよ。
つまり何でも話せるような人柄にならないと。それが上司の、責務です。てか義務ですからね。そうしなければ隠蔽工作をされるということです。つまり。うん。それなのに、この場合は、課長なのに、普通社員がやったとか、アルバイトがやったとか、隠蔽するとかだとわかる。なのに、課長であるやつが、相当偉い人間なのが、に、しかもそれを知りつつ、黄色ブドウ球菌が、腐るほど検出されているということを、知っていながら、隠蔽した。お話にならない。はっきり言って。何言ってんだ、こいつは、というレベル。ね。まあ、だから、課長が叱責を恐れたってことは、そうですね、社長とかに怒られるのがあれだったんですかね。となれば、まあ、結局のところ、まあ、社長が全て悪いことになるんですよ。社員の責任は上司の責務、責任であり、上司の責任は社長の責任です。っていうことです。あ、うまかった。ね？おかしいんですよ、これ。だから、そういうのが起こるから、しっかり、確かに上司であるんですけど、しっかりとコミュニケーションで、その何でも話せるような、つまり、やらかしたらもう完全にぶったがれるとか、ね？引っ張らかれるとか、そういったレベルにね、そういう人間がいるから、隠蔽されるんですよ。で、それ隠蔽されたら、会社傾くどこか下手したし、潰れるんですからね。おかしいんですよ。あれなんだ、ノロウイルスか。で、あれでね、面白いことが起きてね、俺がその時、その北斗で働いた時、だから、ああいった、そういったクソみたいな人間が、上司がいるから、ノロウイルスでも無理やり来いとか、言われて、で、行って、で、当然のごとく、集団感染して、一部署がすべて、全滅したという。ね。いいですか？一人欠員しても、残業30分とか1時間するようなバカみたいな、ね。クソみたいなレベル。の、人間たちがいる、まあ、会社ですよ。はい。一部署すべて、死滅。さあ、どうなったでしょう？俺知ったことねえけどな。俺は知らんよ。俺、準社員だもん。ほとんどパートみたいなもんだもん。まあ、この話は結構俺、生放送でよく言ってるんですけど、もう一つさらに面白いことがあって、俺の直属の上司が、まあ、冬になるとね、だいたい11月ぐらいから、インフルエンザの予防接種しろって、毎日毎日朝礼で言うんですけどね。で、まあ、仕方ねえなと。まあ、するわけですよ。なぜかって、だって、一人でも欠員したら、ね、残業するようなバカみたいな、クソだからですね。んで、毎日毎日口酸っぱく言って、で、その上司が、直属のその上司が、休んだんですよ、一週間ぐらい。はい、理由は、そう、自分は、インフルエンザの予防接種してなかった。
で、謝罪しに来たからね、みんなに。みんなに、朝礼で、忙しくて、できなかったっつって。まあ、ね、怒りどころか、もう、呆れ返りましたね。何言ってんだ、こいつだと。お前がやんないのかいって。お前やってないのかよって。まあ、その直属の上司の上司がさっき言った引っ叩いたりするやつなんですけど、そいつもインフルエンザかかって、ね、つまり、インフルエンザなんてかかるやつは、自己管理ができてないから。って言っといて、インフルエンザにかかって、平気な顔して、出社してくるという、とんでもないクソ企業。いや、クソ工場でしたね、あそこは。とんでもないですね。で、この、まあ、隠蔽しましたと。で、この脱脂粉乳はそのまま出荷されたほか、4月10日分の製造分に、再利用されたと。あ、黄色ブドウ球菌自体は死滅したけれども、毒素が残ったまま脱脂粉乳が、大阪工場に送られたと。あ、毒素、あ、そういうあれなんですか。なんで毒素が発生するんだろうね。黄色ブドウ球菌自体は消滅したけど、そいつらが出した毒素が、あ、なるほど。そういうあれなのか。エントロトキシン A。ウィキペディアで言うと、細菌が生産するタンパク質毒素のうち、腸管に作用して生体に異常をきたす、毒素の総称と。ブドウ球菌などが生産する、耐熱性の、サルモレラ菌、ウェルシュ菌、セレウス菌などが、生産する、なんとかかんとか、うん。わかりました。ブドウ球菌は、耐熱性が、ある、そのエンテロトキシンっていうのを出すらしいです。だから、ブドウ球菌自体はぶっ殺したけども、このブドウ球菌、黄色ブドウ球菌が、出した毒素は耐熱性があったので、死滅しなかったということです。なるほどね。で、だから大阪工場ですね。で、飲むヨーグルトナチュレ、飲むヨーグルト毎日骨太、コープ飲むヨーグルトに、使用されて、スーパーマーケットを中心とした関西、地方一円の、商売店に出荷されたと、なってまして。で、6月、2000年の6月25日に、これ飲んだ、子供が初めて嘔吐や下痢などの症状を呈したと。ということで、バーっと。で、はい。まあ、うんちゃらかんちゃらということですね。で、ここへ、面白い、有名な、コピペがあるんですけれども。記者会見の、の延長を求めた記者に対して、この、社長が言ったことです。じゃあ、あと10分と。記者会見の延長を求める記者に、この社長がではあと10分と答えたところ、なんで時間を限るのですか？時間の問題じゃありませんよと、記者から言われた後にその社長が言った言葉が、そんなこと言ったってね、私は寝てないんだよと発言した。これは有名な、クソ社長の、名言。名言というか、具現ですね。
もしくは迷うっていう人の名言ですかね。で、その後に報道陣から、こっちだって寝てないんですよ。そんなこと言ったら10ヶ月の子供が病院行ってるんですよ、と。猛反発。当たり前なんだよ。こっちは寝てないんだよね。寝んだよ。バカが。くたばれさっさと。ねえ。で、その社長は、すぐには謝罪しましたが、この会話がマスメディアで、多く配信されて、バッシングを世間から浴びされるという、ことになりまして、入院して、ストレスによって多分この人は入院して、その社長を辞任したとなってます。で、これだから、これじゃない、プラス、これプラスあの、そう、これですね。これ、つまり2000年に起きたものなんですけれども、なんと、その45年前に同じことが起きている、雪印。雪印や、ヤグモ、工場、脱脂粉乳、食中毒事件。これが1955年、昭和30年に、東京都で発生した集団食中毒事件であると。で、2000年に起きたものと全く同じことで、そうですね。東京都の小学生1936人が相次いで食中毒の症状を呈したと。原因は、はい。北海道の、なんとか町の工場内でたまたま停電と機械故障が重なる日があって、その際、原料の管理が徹底されず、長期間にわたり、原材料が過温状態にされたことから、なんとか吐血性ブドウ球菌が大量に増殖したものと、考えられていると。で、また前日の乳製品が使い回せられるといったずさんな、製品管理も、こう重なって被害が拡大したとされると。そして、この45年後の2000年に、ほぼ同様の、原因で、食中毒事故を再発させて。で、さらに当事件よりも、だから当事件が、1936人なのに対して、それ、さっき言ったやつが1万何千、7千人だったっけ？なんですよ。14,780 人ですからね。圧倒的にまあ上の。同じことやってるんですよ、このバカは。バカな会社は。信用ならんのだよ、こんなバカは。っていうことです。まあ、僕もそんな知らなかったんですけどね。45年前にほぼ同様のことがあったっていう。全然知らなかった。まあ、生まれてないどころか、まあ、相当、昔ですからね。知らないですね。全くって。だからもう、ひどいんだって。結局。メグミルクは、ひどいんだよ。まあ、その他にも、不二家の事故。ペコちゃん人形の不二家ですね。あれも食中毒事件を起こしてて、まあ、俺ももう、不二家も同じ、もう食わない、絶対買わない。決めてるんで、あれも考えられないとね、はっきり言って。長年製造業とかに携わってきた俺としても、はっきり言ってお話にならない。
頭が狂ってる。しかもそんな中、未だに、のうのうと、ねえ、まあ、みんな忘れたのか何なのか知りませんけど。石川哲郎。この人が社長。2000年に起きた社長ですね。新潟県の六日町市の出身。かっこ、現、南魚沼市の出身と。この人が1997年に、社長に就任して、その3年後に、集団食中毒が、はい。で、その責任を問われ、同社を退社した後に、中途採用で様々な大手企業に、応募するが、一社も採用されず、故郷の南魚沼市に戻り、親戚の飲食店過去をオーパスで働くこととなると。ざまあとしか言えないですね。ざまあ見ろとしか言えないですけど。しかし2008年をもって同店を辞め、2016年現時点ではコンビニのアルバイトと、雪印乳業時代の、資産で生活をしている。となってますね。まあ、お話にならないですよ、こんなもん。はっきり言って。だから隠蔽したんだって、結局のところはそういうことなんですよ。コミュニケーション不足なんです。しっかりと、ね。まあ、確かに、上と下の関係、上司と部下の関係でありながら、やっぱりそこら辺を、しっかりその、何でも話せるような、ようにしとかないと、絶対、痛い、しっぺ返しを食らうことになります。で、結果、事実もこいつは、それで、はい。だって、こいつに対して、こいつの、まあ、部下であるその課長が隠蔽した。っていうことですからね。結局、まあ、その上の人間に対して、まあ、当然、叱責される、イコール、つまり、ものすごい、怒られる。だから、人間関係があまりにもひどかったということです。そういうことだな。だから、ミートホープの事件とかなんて、あんな非じゃないんですよ。だって一人も体調不良、起こってないですからね、ミートホープの場合は。食中毒自体は起きてないわけですから。だって肉を生で食うやついないですから。普通。牛肉とか鶏肉。ね、レバ刺しとかさ、ね。だったらわかるよ。そこの確かミートホープは、あれ、加工する、まあ、いわゆるハンバーグとかのね、肉あれ、買ったことないんだけど。牛肉とか。まあ、少なくともそのレバーとかではなく、その丸のまんまのやつじゃなくて、
いろいろこう混ぜて、こう、いう類ですから。いわゆる液状っていうか、半液体みたいな。ハンバーグの素みたいなやつ、まあ、肉ですよ。あれを生で食えついませんからね。確実にいないですよ。確実に熱してくるから。レバーとかだと、当然、生で、まあ、レバー刺しとかで食うやついるかもしれないですけど、まあ、今だと、まあ、どうだかわかんないけど。まあ、もう基本的にまあ、火を通して食うわけですよ。肉なんてのは基本。だからこそ、一切その、食中毒にはならなかった。ですけれども、まあ、ならなかったとしても、まあ、まあ、ね、まあ、ひどかったということに なってるわけなんですけどね。それだけひどい。だって雨水とか、水道代ケチって雨水貯めて、それ使ってるとか、そういうレベルですから。ね。ミートホープは。確かそうだったよね。何を考えてんだこいつはっていう感じですね。ああ、でもやっぱなんか左。ああ。チューハイのさ、12% のチューハイ飲んだ後に、レビューで、酒レビューの動画撮ってて、で、その前にももう2本ぐらいチューハイ飲んでて、で、それ 12% のやつ飲んだ後に、俺、知らんうちに寝てて、で、動画が3時間ぐらい録画されてて、でそっからなんですよね、左腕がなんか、やけ、重いというかなんかおかしい。上がりが、なんかこう、おかしいんですよ。多分変な体勢で、寝たんだな、おそらく。まあ、ということです。まあ、新年早々といっても、まあ、1月の今9日ですからね。うん。まあ、という事件があったわけですよ。皆さん。うん。ああ、まあ、美味しかった。ああ、食った食った。ということで、今回は、まあ、酒動画ではないですが、明けましておめでとうございますということで、うん。今年もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、バイビー。